はいどうもサックスタイルでございます。今日も元気に IW の動画を撮っていきたいと思います。今日はねサーチ&デストロイ、うるさいサーチ&デストロイにやってきました。いやねドミネーションやってとかねコメントでねドミネーションやってとか、サーチの動画をもっと出せやとかねこの前はねゲームやってたらロビーで会った知らない子にサーチの動画をもっと出したまえって言われたんでじゃあ撮っていくかと思ってさっきはねドミネーションの動画を撮ったんだけどねいやまあねやっぱサクスタイルがね昼間しか動画を撮れないっていうところがあるからなかなかこうねいいチームでというか日本のロビーでやることができないっていうね。どこにいんだろうな。ナイス。ヤリンって言ってるやつ誰だ。うるせ。誰が喋ってんだよマジで。上か一番上のやつか。なかなかだからこういい感じのねロビーで取れないっていう問題点があるんだよね。いつも IW 特に人口いないからさ。夜だったらねいいんだろうけどちょっと休みの日でもねサークスタイル夜は撮れないんでねそういう取り決めになってるんでうちは夜はもう動画を撮らないっていう。ここだぞ。ちょっと待って、ああ味方と引っかかってどうなることかと思った。やばくね。さあアブねえマジかよ。アブねえ今の。ちょっと黙ってたしな動画撮ってるっていうのに。今影が見えたからなんとかなったものの。いやーよくこのピン負けしてるところでロビーでやれたわ今の。危なすぎる。ということで2ラウンド目やっていこうか。何を話してたかもわかんねえやもう。そううちではね夜はダメっていう取り決めなんでね。そう WW2 では昼間でも日本人がいっぱいいる感じのにぎわいを見せてくれればなっていうね。スナイパー足場か。2発か。危ないあれ。弾当たり悪すぎてビビったな今。いない？あ、全員倒したのか。真剣すぎて残り何枚かとかも見てねえわ。そうだ次回作はねいつでも人がそれなりにねこう外国の人たちに混ざってやらなきゃいけないっていう感じにはならないでほしいなって。 BO3 って今どうなんかね。みんなやってる BO3 どうすか。平日昼間って結構別に普通に日本人とマッチします。ガンガン全然マッチしないなーとか言いながら 1,2 分待ったりとかっていう感じはないのかな。でもさすがにちょっと待つでしょ。いくらみんながまだやってる BO3 だからっつっても。さてこれはもうやばい。
OK。 さあこれ今サックスタイルを打った音かな。なんかアシスト引っ張られなかったか。今引っ張られたよな。さあ来え、さあ来え。なんだこれ、ジャンプできねえ。ああ中入ったか。オッケー、これすぐ来そうだな、すぐ来そうだな。やっぱりそっちから来んのかよ。ってか反対側かと思ってた。まあでもこの子がやってくれるでしょう。さあそう、サックスタイルの真似をしてできてない。かわいいかわいい。そうね、もうちょい待って、もうちょい待っていこう。どうしたの、ソウさんがどうしたの、この子。あー来た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 。この子かわいすぎる。めちゃめちゃキュートなんだけど、これ外人だろうけど、めちゃめちゃキュートじゃん。愛せるわこの子。あーめっちゃ可愛かった。さてじゃあスコアストリークも溜まってるし、まずもうバルチャーとかを出してきてんだけど、よし、あぶね。オッケー。ラス位置は？あぶねー。ほれ。ほれ。解除してんのかちゃんと。ナイスナイスナイス。ってことで勝てたね。よかったよかった。ちょっと 2,3 回やり直してね、ボコボコにされたからね。いや3戦目で勝ててよかったね。バルチャーナイス働きだわ。意外とね、サーチでバルチャーまで出せるとね楽ですよ。ということで、今回の動画のお相手はサークスタイルでした。よろしくどうぞ次の動画を見てね。バイバイ。